他这个支线有没有很有趣？但是不同的妹妹长大也不奇怪。为什么会继续啊？网络模式简单的。杀害老大的宿命，终于开始急的旅程了，是大家都在等新故事，是不是？看一下，看一下新的故事，我也还蛮好奇之后会变成什么，因为在讲之后。都玩过瘾的还是助学者，对。おう、残りはいつ払うんだよ。ほら、来週、来週にはかかるぞ。一顶横啊，一顶黄金啊。声音有点大声，是我这边声音很大声吗？唐岛拜拜了，老猪哥死了，兄貴。すみません、本当こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。どこの奴らなんだ、その取り立ての相手は。すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえで、手に負えなくなっちまってうちに債権回収の依頼が。そうなのか。で、いくら回収するんだ。2億です。取り半って約束になってますから。うちには1億入ってきます。收2億、有1億归他们哦。そりゃ気合入るな。よし、行くか。お、兄貴。这么快就开始了。また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまにはどうです？いい店紹介しますよ。取り立てが終わったら飯でもどうですか。悪いな、今夜は。あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。セレナ在。飯はまた今度な。
烦呐、啊！等下我要调一下操作。谢谢谢谢斗内，哈喽，谢谢谢谢司仪，谢谢你。等一下哦，我等下，我想一下，他这个设定怎么改啊？我等一下，这样子。改正，视角的操作应该是要用正视角吧？是这样吗？还是这个第一人称视角模式啊？这两个差在哪里啊？全部改正，为什么会变成这样子？谢谢，谢谢司仪斗内设定改正。前两张交代故事，不过很多真实的故事。真实是谁啊？他是配角是不是？其实不用电话亭就可以存档。返回标题画面不？行了行了，着きました兄貴。ここの5階です。よし入ろう。你会一直欠他钱的人。我一直欠那个人哦。是怎样跟他借很多钱？夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日、明日まで待ってください。もう時や、お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。お、差不多じね。殺すんですか？被台湾、被台湾。何？道島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけ。お、他好感哦。え、他胆子还蛮大的。金は払わないって言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ。你不该变名啊。坑口？什么坑？其实要存一千万很难哦。连按那个人工三日操作，不知道是痛苦。
兄貴、回収しました。え？兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。他们有钱啊。收藏成功收藏获得奖杯。兄貴、ありがとうございました。でもこれでついに気流組の立ち上げですね。 風間の親父さんも言ってました。兄貴なら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい。そういえば、この後セレナで錦の叔父と会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺、しばらく薩の連中が来ないように。 ここで見張っておきます。等等、半分の一億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。はい、自衛。ああ、頼んだぞ。セレナなら天下一通りの小道入って。 太高了吧，超高好不好？根本就暴力。只要剪钥匙，什么钥匙？不是点电话卡吗？是剪钥匙。哦，何やってんおら？哦，お前どこの組のもんや？嗯？すまん。すまんで済むか？ボケ。那个小，那个年轻国中生不是说你混哪里的啦？讲啊，不是吗？套上兄弟。 何もや、お前見とったで。キリュウちゃん、兄貴、キリュウって、他们的人哦。そうや、堂島の竜、キリュウカズマちゃんや。他声音怎么变成同一个人配音的吗？マジマの兄さん。是同一个人配音的吗？よせよせ、お前組立ち上げるって話じゃないかい。 なんかすんべんのも滑稽や。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええ女らしいの。みんな言うとるで。一度あんな女こましてみたいってね。それより、この後どないしようか。すんません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。
声音是一样的。甘いね、キルちゃん。这个配音演员太强了。甘いや。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。欸，他性格大变哎。他以前不是连杀人都不敢吗？何？その辺で。他对自己的手下这样。お前のためにやっとんのやろ。他对自己的手下变这样。十分ですから。ほう。ま、ええわ。お前もこう思ったら、これくらい厳しくしつけせなあかんで。太变态了吧。行くで。はい。はい。覚えておきます。でも。ああ。でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。都是小事害的。嗨，威廉。どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。单身太久，对。なんや。踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええやろ、いっちゃっとるか。いえ。あがな。兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。他说我没有跟他大哥日打架。筋が通らねえ。来，没来去我。よっしゃ。これで俺と喧嘩する理由はできたな。挑衅他哎。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと？おお。根性あんねやったら。殴り返してくげ！他有这么想打他吗？他想要跟他好好打一顿，是不是？これで気は済みましたか？所以他们是敌对的人哦。他应该憎恨小石被他带走吧？想当年你为什么带走我的女人？その強がり。どこまで続くかの。没有吗？哎呦，他不怕哎，他也不怕他要杀他哦。阿霍克斯。阿霍。筋通すなんぞ言うて、無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。他坚持他怎样？何？でももし筋が通っとったら、俺との喧嘩買うてくれるか？その時になってみないと。よっしゃ！大変变态。ほな、どないしてお前をマジにしたるか。早速作戦会議せな。行くでお前ら。他是说爱他哦，真的我太爱伊吧。ほなまたなキルちゃん、楽しみにしとってや。他想要好好跟他打架吧？哎呀，ワクワクするで。好像小屁孩哦，他，这个变屁孩是不是？从刚开始超烦。あと少しで兄貴にやられるとこでした。キルのおじき。重生叔父。ありがとうございました。感谢你。もう大丈夫なのか。はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。あ、あれ。早安。相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは？
今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ気流組の立ち上げは。景山他的爱人まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ錦。不老的厉害全都变了。对啊不是办公室的秘书吧。またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ。妹妹よ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね。ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。由美是谁啊？ごめんね。気持ちだけもらっとく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ママさん好正哦。突然結婚了。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。好正哦。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。小女孩のママ。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって課題から金をむしるのは、どうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場界の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだなお前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山君はもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。童生说我什么都没准备。キリュウちゃんはどうするの？童生弟弟打算怎么办？なあ、
不能下次再送吗？太没心了。そんなのダメよ。对呀。まだ間に合うから、今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。这件衣服好耳熟。这件衣服不是我昨天帮那个谁配的衣服吗？それじゃ指輪なんてどう？え？我买个戒指给人家。指輪か。戒指。戒指是要拿来求婚用的。いいんじゃねえの？さすがレーナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ。女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれって？フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。对啊，为什么不把自己送给那个女的就好了？先跟她告白这样。但是戒指也要买啊。设法用到戒指。反方向。ちょっと寄ってきませんか？买房子送汽车，对啊，幸好他没说送房子，他没那么多钱，所以才跟人家借钱嘛。いらっしゃいませ。あ、その。法国制的。なんか。あ、ほう。他们没钱买，是不是？今非常に人気でして。こちらが最後の一品なんですよ。今を逃す。よし、これをくれ。かしこまりました。あ、あ。それでしたら、サービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあ、ユミを。ユミって入れてもらえるか。はい、受けたまわりました。ユミ、我死，我不急啊，我为了买他的生日礼物，我就。我全家蛋了，操！ありがとうございました。哎、欸，人财两失啊，这样。先生，有钱男子被撞了一个下，是吧？他已经很雀跃、很开心，然后等一下又被那个死神去。啊！哎，撞到支线了。おっと、ごめんよ。太衰啦！他干嘛偷我钱啊？不对，我身上没钱啊！啊，我的戒指，我人财两失，东西还被偷。这是什么意思？我刚刚打的赛，刚刚超衰的，超衰。蒙古包。夺回戒指，太扯了吧！
我哪知道他人在哪？他人在哪？あの。もしかしてあなたもすられたんですか？ああ、ひょっとして。ええ、私もすられてしまいました。超会爬的。あのすり師は隠れるのが上手で、なかなか見つからないんですよ。在自動販売機後面。自販機の裏とか。そうなのか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えた。なるほどな。もしも見つけたら、わかった。好会偷哦。下一方大街的后巷。天下。没错啊，哎，不是在这里，这里可以不能走啊。哦，这里这里，哎哎，他躲在这里啦。我跟你讲，这里有那个投币式的那个好看的这个，想必他也要来买，对不对？躲在这里。喂，お前。盗んだ指輪を返せ。バレたか。おい、ちょっと待て。え、他好会跑哦。逃げ足の速い。あ、財布がない。あ、あの男スリだったのか。他逃跑还能偷鞋、对啊。他也太神了吧。很熟悉的街道。超商转转，那家，这家，这也不能走啊！应该超商吧，转角。啊，在这里。什么地方啊？喂，ようやく見つけたぞ。そう。你在那跟我玩躲猫猫？おっと。まさか、ここまで。他跟我打架是不是？何笑ってんだ。他是学武的，是不是？指輪を返してほしければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。
暗杀绝技。他这个什么姿势？流氓快攻手球棒一样啊！这个人迅速。这个武器会被拆断呢，我以为那个武器不会断的，那姿势真的蛮北齐的。すいませんでした。我觉得不会使用暗杀拳了。もう暗殺拳はやめます。スリをやめろ。さあ、お。他的戒指不见了。それが、もう手元にないんです。好可怜哦。何？どこへやったんだ？是你跟那个小孩子一样。ちょっと前に質屋で金に換えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その言いにくいんですが、その金を宝くじ買うのに使っちゃいまして。也是太顺吃了吧。なんだと。当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。太可憐了啦。他只好把自己包装成礼物送给人家了。哦，送给。对啊。所以这才是一开始他说他把那个人杀了，拿到手上拿到戒指，最后戒指是谁在谁手上？当铺。哦，这个是那个 NCP 兑换。当铺，当铺。怎么不打死他？这么急，这没有钱。那，その指輪。はい。盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。し。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ。只要想办法赚钱了，什么都好，赶快组里的人分一些生计来做吧。啊，好可怜哦。只好再去打架拿钱，是不是？钱也不够，有没有认识的人可以借一下钱？所以他才跟小弟借钱。他为了这样子，跟他的小弟借钱吗？这么夸张？兄貴じゃないっすか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ。ちょうどいいところで出会った。什么都别问，借钱给我吧。何も聞かずに借り。え？あはい、別に構いませんけど。兄貴は金に困ってるなんてよっぽどっす。看来状况特殊。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが。あ、はい。借到了十二万。十二万还好啦，小 case。オンに切る。他之后为什么会欠到一百万？是不是？今度感想聞かせて。泡泡浴是不是？
違うじゃん。またあんたか。悪いけど値上げしたんだ。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買え。うちなら買えるよ。お金さえあれば。そうだ。指輪が俺のもん。本物なら弓って彫ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく。くそ。好刻苦哦。又去跟他借钱，哎，当他的小弟好可怜哦。这个老板也很那个，应该用火爆砸他店的，应该恐吓他，对不对？现在急需要钱，有没有人？有没有人在附近可以借？新奇，又在。あれ兄貴、早くないっすか？太快了吧。ショートだったんすか？快速的服務吗？新地、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。再去一次。兄貴、そんなに払っちゃったんすか？三泡泡雨。ただ、詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。あー、そうっすよね。接到了三泡雨。すまん。借钱之龙。よし。好，我也不能输啊！今天就一家接一家。今日はオールではしごするか。他该不会又涨价了吧？这个黑心老板，我就是看他的脸，他会跟我涨价哦。他说啊，这个又来了，我来诈骗他。啊！别太快，我才刚出去而已。太扯了吧！我不能先跟老板定吗？你很笨哎，不会跟老板说我先定吗？誰かが買っていっちまったっていうのか。あ、あんた、やっぱり来たんだね。才出去回来几秒钟。おい、ここに。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。还好，ちゃんと取り置いてあるからさ。真的吗？いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃん。那你还算我十五万。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかく将他卖给我。それを売ってくれ。あ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。算你四项嘛。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。对啊，早说啊。ありがとう。他没有还钱吗？哎，他回来了，他钱为什么不还？他身上有十五万，还人家就好了，生利息呢。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。え、何何？開けてもいい？もちろん。项链吗？爱心项链。うわ、すごい。え、いいの？これ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。同事在自卑什么？他觉得他自己的礼物不够好吗？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。え、本当に？ありがとう。他是在一家一家的玩泡泡浴，对，留着十五万自己要去玩。これなんだ。结果不见了。哦，
戒指还在啊，可是就是他当初戴的那个、啊。カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセイ指輪。いや、すっちりデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。他们喜欢同一个人，对啊，他们真。ありがとう。大事にするね。井上酸他哎、说送这个什么烂戒指。そうなんだ。这个女生。そういえばもうすぐ由美ちゃんの誕生日じゃない？え、そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か。嬉しいけどそれはちょっと。重いかな。え、どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。喜欢的人送。え、何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど。ごめんね。気持ちだけもらっておく。所以他喜欢同生啊。こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。妈妈桑真的超美的。对啊，为什么妈他们不喜欢妈妈桑？妈妈桑这么正。ねえねえ、私の誕生日はどうしてもらえるの？我想要送我什么？さあな。你看，じゃあキリュウちゃんからはネックレス。錦山くんからは。所以她是姐姐，所以没人爱。指輪とか。什么戒指？なんだよそれ。別にいいけどさ。他叫谁送戒指给他？他叫那个景山送他、哦。妈妈桑叫景山送他，所以他是喜欢景山，是不是？对啊，他爱鲤鱼王哎，他喜欢的是鲤鱼王，就鲤鱼王爱的是童生啊。他们都喜欢年轻的两个啊，原来最正的妈妈长没人爱，姐姐没人爱，两个男的都爱那个女的，好可怜、哦。おはよう、キリュちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たね。錦はどうした？他失恋了。錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた。不能输给童生。そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん。少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえばユミは一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。我先去厕所。
定十点多吃宵夜，等一下吧。厕所没有零食放在厕所里啦，是怎样上大号边吃是不是？藏在浴缸。他现在要去找那个，放出去吗？放走这里是。じゃあしっかり風間さんにそのケース渡しなさいよ。今夜待ってるね。走这里。打工小妹叫做尤美，简直像天使。为什么大家口味不一样啊？大家的口味真的不一样哎。キリュウさん、キリュウさん。なんだ、田村か。いや、ちょっとキリュウさんに紹介したいやつがいる。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？晚上好啊。ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？ SPA。 俺が拾った情報で、今はこの町で一あんまり変なこと。はい、わかり。今後ともよろしくお願いします。ああ。我也要在这街上当公甘南公关，然后出人头地，不奇怪梦想。青木瓜。哦，来たか。失礼します。ああ。ご苦労さん。今月分の忍びです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋って。柏木。すんません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか？いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう。失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。借钱要还呐，真是来讨债啦。竟然来欠我数万啊。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に？詳しくは分かりません。
でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が、で場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした？堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。他为什么要带走？それで錦が一人で弓を助け。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。あ、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえ。老大看上他们要的女人。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやさん、ユミと錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ、因为是老朱哥，他很色哦，他是坏人哦。踏上不归路，因为杀杀自己人吧，是吗？不认女人，不是。然后，对啊，你有见过他？奪った金返してもらおうか。抢走的钱还给我。悪いな、今急いでるんだ。哦，他有抢钱哦。このままじゃ引き下がれないんでね。腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。这么小看上同一个喜欢的女生啊？哦，由美，你是？キリュウ、組長が趣味を無理やり、だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって、何発も何発も。他要背黑锅吗？ユミ、ユミ、おい、しっかりしろ。やっちまった、東商会の大幹部。对，林王暴走了。因为他杀了他，他也不爱他，他也不会爱他。錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ。お前こそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。連
次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け、錦、弓を頼む。キリュウは行け。暴鲤鱼龙。对啊，景后不会跟他在一起，后来应该没有跟他在一起吧？因为那个女的，对啊，这兄弟感情真好，互相让，女人互相让，互相让女人。所以他帮他背一下这个黑锅，对，他要帮他背，值千金。哎，戒指，然后丢在地上。動くな！就回到刚刚开始的画面吧，就回到原来。ふざけるな！俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ！伊達君、もういい。よかはないですよ。奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの構想だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。要开始黑暗的人生了。他就关在里面吗？欸，囚人番号1240。真的耶。面会だ。是过了多久？是不是？是关多久了？俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間の親さんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。大哥你还剩50万。ユミさんが行方不明なんです。事件の次の日から。ユミさん、記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴の言葉。で、急に病院から姿を。消失了。すいません。風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい。時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい。錦のおじきや風間のおやさんが。聞こえんのか。シンジ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。消失了、他逃走了。はい、分かりました。他有被他瞬间得逞吗？他是失去记忆这样子。对啊，他有被他瞬间得逞吗？心灵受创造失忆，对吧？失忆。哎呦。なんだその態度は。あ、そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。あれなんだ。たく、物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してるなあ。あんただろう、自分の親分殺したってヤクザ。
黙って食ってろ。さすが貫禄だね、道島の竜、道島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。他们在里面都要打架是怎样？每个犯人都长得很像。搭乗会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。誰の命令だ。セラ会長だ。是梁会長。登場会の三代目だ。なんだと。お前他们自己先搞内讧哦。哎呦，第一章结束了耶，这么快。双峰贯耳。你等一下就变成小废物没用了。何が堂島の竜だ。あの野郎絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば錦山はどうしてるんですか。他不逃走吗金山。さあ見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ふっ、ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。ちっ、クソの役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。那他会不会崩坏啦。そんな嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山君言ったじゃない。大丈夫、俺が弓を助けに行くから心配するなって。
にどうしてこんなことになっちゃったの？ねえ、錦山くん助けてあげられなかったの？何もできなかったの？どういう意味だ？え？俺が役立たずだって言いたいのか？就是他觉得说大家都觉得说他没用吧。そんなつ、お前までそんなこと言うのか！他怎么退对他这样子？崩坏百分之一千，因为大家都觉得他没用吧，还要别人帮他沉醉。姐姐好可怜哦，姐姐最可怜，长得正又没人爱，还要被人家打。空白的十年，打女人。我觉得一定是他是坏人。食事始め。所以他这十年都在里面坐牢。囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。十年来的头一。お前も明日で仮釈放だ。明天就可以讲。待ってる人間がいるってことか。おやす。老爹。十年了耶，十年冤狱，对，帮他回应帮山山关景山坐牢十年。敬礼也太有那个了吧。欸，这个光头王还在啊，光头王是你。老爹为什么会白咖？我还以为他一直白咖。で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？ですから緊急の議題があるそうだ。他是第三代哦。お前が？おい。てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。お、井上店長ぞ。他变组长哦。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？偷走了100亿。やかましか！おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目海連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会25000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？だ、100億被誰偷走啊？この件は登場会本部預かりにさせてもらう。
今日はご苦労だった。おい待てや、そんなんで乗ってくるか。会長三代目、哎、欸，他们都很不服气，不服那个头目、欸，哎，头目当的一点都不，就大家都很竞争，来对他呛虾。10年、お前のいない10年で。登場会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、由美のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。これまあ、十年后还是在泡音，突破盲点啊！おう、ちょっと待て。ん？え？おお、やっぱりキリュウちゃんやったんか。マジマの兄さん、ご無沙汰してます。10年後了。この度、还是这套衣服。出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。10年後他还是一样爱他。ここで貼っとってんや。10年後没错。いや。どうして俺を。なーに、アホなこと抜かしとんねん。約束したじゃないか。十年も都在お前を白く。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞでじしゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったのかと思ったぐらい。まあええわ。そう来るんじゃねえか。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気や。ご忠告痛み入るが、今のカムロ町はそんくらい危険ちゅう。せやから今のお前にこのカムロ町、俺がその平和ボケしたアップ。うん、そういいだろう。え、要跟他打哦。要打赢吗？哦，打赢了怎样？他连打我哎！打输会怎样？哦，他好会闪哦！
失败也没有影响，那就是要战败了。これで分かってやろう。自分がこの10年で馬力もないテクニックもない、そないな弱さで生き残れるほど。クソ。何？お前の命はまだ光を失うとらん。ええか、お前がこの町は突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を。分かった。俺も。在陆羽十年，同生失去许多招式，不过强化功能。麻烦你越过去你。おい、あんた見かけねえ面だが何してんだ。要打架了。あるんだ。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ？我要找一家新城的店。スターダスト？南国光俱乐部之类的名字吗？没听过。そうか。ちょっと待っ、なんでそんな店さ。他爱死呢。すます怪しいね。嫌だと言ったら。じゃあし、他爱死ね。Hey!
参った。あんた何知らない方が身のため。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら。先方杀人事件。そうなんだ。ええ、まあ今この辺で有名な奴は青木って記者だよ。わかった。お前。はい。鸡块还没吃完，哇，很高包，好吃。抓抓很重要，很容易。什么抓抓？是要抓什么？好吃，有人抓人哦。还是当记者，你知道吗？そうだ。覚えていてくれたか。晚安，晚安。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。十年、長かったですね。お前。そりゃ、当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。そうだったのか。いや、田村さんなら。5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前、突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろう。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、
何か情報が欲しいんじゃないですか。欢迎新粉。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんて。そうなんだ。キリュウさんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに見た。他に聞きたいことはありますか？セレナって…セレナですか？ありますよ。でも今日は営業してませんね。哦，今天没营业，吓死我。ママのレーナは？ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどう。他に聞きたいことはありますか？我刚看到人说田村领便当了，然后有人说变成中部粽，好好笑啊！中部粽，欢迎中道大爷。中道通りで何かあったのか？ああ、あの正確な情報は分かりませんが、東条会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだ。ぶっちゃけ。10年前の事件を思い出しますよ。誰が殺したの？誰？いや、まだそこまで。でも話によりは内部構想、まあ桐生さんがいなくなってからの登場会は。他に聞きたいことはありますか？そうか。いえ、ああ、这记者真好用。年轻的小男生啊，他收小鲜肉，不收你这样的大哥。カズキに用があるんだ。なんと、どこの組のやつだ？あ？島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺はカズキを探してるだけだ。どの組の人間でもない。たげんなよ俺。一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道なんだろうが。道上的人看脸就知道了。何企んでやがる。カズキさんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。なめんなよこれ。ヤクザって言え、何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。
この町でもな。太迁怒了吧。ヤクザの言いなりにならないで、自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がった。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるさえ。俺はこの店命がけで守るんだ。这个人有病啊，他。对啊。分かってこいや。别动！我让你关厕所。何やってんだお前。すいません、和樹さん。このヤクザが。長一模一样呀。道島の桐生さんですか。ええ。失礼しました。他看起来也没有特别年轻啊。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。地北西，そうなんですか。公关店呢，好妙哦，都是男公关呢。すいませんでした。俺、てっきり。耍北西。俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやすさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。北七北七小弟，对啊，牛郎店呢？風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。見かじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやすさんは。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件。有些男生也会恐怖。何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何。昨日の深夜のことです。这么空头杀了吧。犯人はまだ分からないんですが、ニュースでもさっき。他被杀了。何が起きてるんだ。わかりません。ですが道島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。道島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ。それは俺。他不会就是三オーナーだ。三 K 景山吧。他不会是景山分裂吧。哇塞，他只是试图要那个他。島の組の連中です。ここは俺たちに任せて。すみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ。
今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。参ったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ユウヤ、クソやと。まあ、おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソイカだ。なめんなクソガキ。ユウヤ、なんやお前は。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。那个鸡巴小弟会翘脚。思い出した。あんた道島の組長を殺して無所行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。ジェイさん、他死的方法是弹出去。田中のおじけ、シンジ、何やってんだこんなところで。十年後变得不一样了。这个人島の組の縄張りじゃねえだろ。次は姉さん。15万变150万。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやさんは心配して、組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。
シンジ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東条会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。カズキ、言うだけ無駄なんだ。こういう時のこの人は。关于什么包裹与孤峰，这是什么啊？什么是刺激的？我就这样。さすが風間さんが見込まれた方。いやおら。10年ぶりのシャバだったのに。バカ言え。本当ですか。最初のうちはな。おかげで模範囚になる。あの喧嘩っ早かった兄貴が全然おかわり変わった。あれ、実はここに来る前、ある男から自分でも。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに。だといいんだ。それで葬儀会場の件ですが、東条会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから。もう準備はできましたか。そうですか。叫师傅。では準備ができたらまた声をかけてください。拿什么礼物啊。拿什么礼物？门口在哪里啊？是小门吗？不是啊。是。跟小丑拿什么礼物？现在路上绕。我领取奖赏道具。龙之刺青。全领吗？全领好。什么东西啊？我上应该没有。哦，现在只有一而已。都不能换。
那我要去哪里？装备。这什么鱼耶？什么？奇鱼炮？这个好烂哦！那我现在要去哪？先去街上逛。看要什么支线可以捡，再绕圈。他该不会让我绕吧？那我下先拿经验。いらっしゃいませ。点餐。吃个牛丼。なんてことだ。这好经验。ありがとうございます。眼睛快没电了。我刚好在吃东西耶。いらっしゃいませ。这是小慈爱的樱桃口，有点累。どうです？居酒屋。我印象棒球场那里有假摔哥，现在都不能去哎。现在是要我那个直接跑那个剧情的对，好啦，直接跑剧情。真是不好看。ちょっと寄ってきませんか？おお、キラちゃんめっけ。他怎么又来了？变短很对啊，马上变很短。さすがや。せ。まだな、キルちゃん。おもろいな。这是什么？这是什么值？孽缘已经无法再加深了。哦，もう準備はできました。わかりました。
要到第三集哦，第三话，穿梭在宇宙的狂犬。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが。親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか。あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の。そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。結果他现在消失。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。先去调戏一下妈妈上火爆葬礼。对啊，就是没想到他这个光棍他讨厌的光头啊。哇，他旁边那个女的是怎么一回事？超辣。親父すみません。それで他光头是要剃什么啊？あいつやったか。剃很光是不是？要光到发亮。間違いありません。还要抹油。そうか、キリュウ帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったか。ええ、それはもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ええ。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。还好他没杀那个女的。刮他巴拉，敲他巴拉这样。哎呦，他换衣服嘞，换黑色的。いいですか、兄貴。来那个。これが東城会本部の見取り図です。被人家发现吧。この本部施設の中に風間の親さんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。他应该不会 被人家发现。很难进去是不是？
绝招就是这样。这可以讲话吗？过去会被看到吗？冲啊！靠北。ここから先は紋章がなければ立ち入り禁止だ。上章弄到的时候才行。上章什么？那要去哪里拿？这可以讲话吗？旁边那可以讲话，去他那边会有人。すみません、受付でご記帳をお願いします。会場へは受付を済ませてからご入場をお願いします。柜台，柜台在哪？本日はお忙しいとこ、こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。用假名糊弄过去吧。これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。要讲什么？以前我待过。真的，乌兰。昔、堂島組にいた。そうなんですか。堂島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。で、今度は世良会長も死んでしまう。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。まもなく告別式が始まるので。後で、あ、いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、もあれがないと裏口に、確か外。
来い。ああ、いや、葬儀の場合、あれがないと裏口に入れないん。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。那我就外头柜台捡啊。哪里呀、啊？外面吗？哪里呀？大厅门口，那不是就等一下要出去？啊！他在一直追，重来哦，等于全部重来吗？还是我要捡？捡东西在哪里？还是全部重来？全部流程重来吗？それ私がなくした紋章見つけてくれたんですね。ありがとうございます。あ、被拿回去了。あ、被拿回去了。
しかしマネージャー、そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの模章は大事だと言っただろ。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか、わかりましたよ。この仕事こっちからやめてやりますよ。上一人員不干了。大哥，赶快去追他！那个人去哪了？啊，さっき。何やら。見てたんですか。減給とか。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、せっかく探してもらった模章ですけど、さっき。じゃあ私はこれで帰ります。丢掉垃圾桶。还有面子啊，我刚刚讲到是面子吗？面子也可以丢掉。お、葬儀関係者が。多半垃圾桶。在垃圾桶捡面子很脏耶。ちょっと顔貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。ふん。六光頭。正面から堂々とはの、堂島の桐生。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。あ、他会反目他。为什么？为什么会？只不过他还帮背债。なんや。堂島の竜言うてもこの程度かい。シンジ。え？近江連合のやつにだ。どうもに。まさか。だってに。お前も用心しろ。はい。とにかく風間の親。親さんはこちら。おっと。行きましょう。お、すいません。あ、兄貴。
待ってくださいよ。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ登場界の三代目が死んだんです。跡目が誰になるのか。こ有需要尽管买。我是要多买几个啊。是要多买几个啊，买个束缚也好。就好像买什么啊，买个防具，防具哦。防具这个吧。束缚吧，束缚。买香烟。香烟是要干嘛的啊？这是要那个欸，玩那个骰子热才会。这个好贵哦，神士伞、雨伞，这个更贵。护身符哦，多少点有安心作用？买护身符哦，束缚买了。买威士忌是喝酒的，你买一个这个好了，这个最贵。啊，不能卖，他只能卖武器耶。不能卖东西。火机可以喷火，买香烟哦，好，买个香烟是怎样？大家都叫我买香烟，是不是？打火机也要买，这是真的吗？好好好好好，放弃。兄貴，こっちです。あ、兄貴。他好慢哦。お、兄貴。この部屋でしばらくお待ちください。今。
枪干嘛？拿枪干嘛？啊，现在干嘛？看照片吗？我刚按了，然后呢？要这样子特别看他是不是？因为我刚开始点他都没反应。看哦，看一下，每个都要点。カズマ、おやすみ。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやすさん、何があったんすか？登場会は。それに。錦は会ったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。ユミのことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、ユミは…おやす！天哪！か、風間のおじき！てめえ！お前、キリュウ！風間のおじき！キリュウ？あ、なんや、お前。堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。しまな。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。他被设计的吧。卖队友了。おとなしゅう往生せいや、キリュウ。カズマ、逃げろ、カズマ。ユミを、100億を頼む。他行け。
反方向了，是不是？
覚悟しろ。おいこら、覚悟しろ。吗？想起来这么说也对吼，就是他帮他做事，可是他这么爱他，对不对？他让他走才对。对吧？你看他根本就没有打算出手，但是老大下令就没办法，我不亲自上的话就没办法当部下的榜样。所以他只是想跟他，他也会让他吧，他也根本不太想要跟他，对吧？还是下次机会再说。那是有多少人啊？不要再有拿枪的人出来了，我最怕拿枪。Yeah!
진짜 무서워. 뭐야, 나가봐. 고고와 토사인데. 고고가 오마이노 하가바야. 再被改落，好难怪，我真是大幅的增加。哎呦，痛！哪一个？这个跟上一代不太一样啊。啊，升级什么？有十七点不升级，怎么我哦？怎么升啊？
前不太一样哎、欸。也要把这两个用满。Fire!
关。哎，打完了哎，现在几点了？第四话了是不是？看一下现在几点。好啦，那我们也差不多了，12:30了。然后要跟大家讲一下今天那个，今天礼拜四对不对？礼拜五。待ち、てめえ。もう一回言ってみろ。这个先放暂停一下。礼拜五，因为明天有事，所以礼拜六也不会开台，礼拜日也不会开台。对，礼拜六要去录节目录影，就是应该是现场直播吧？你们可以看一下，就是什么华视，像华视会有播吧？然后反正会再跟大家讲。然后，所以地狱集会礼拜明天开，然后明天晚上10:00，应该会在小线家开吧，就是跟小线一起开，如果没意外的话，嗯。然后礼拜日要拍照，所以也不会开，嗯。所以这几天都要忙，然后明天会打地狱集，到时候大家再关注一下我的台咯，应该会有通知，记得要开通知啊，嗯。那就这样子咯，大家早点睡吧，拜拜，晚安。